ゲオセール速報でーす。あんまんちゃんはこたつで寝ております。爆睡中でございます。ゲオセールがですね、本日から始まっております。動画遅くなってすみません。9月の29日日曜日までのセールになっております。いやー、どんなセールになってるのか楽しみですよね。で、今回はね、9日間ですね、セール開催していますので、ぜひお立ち寄りください。それでは、セールの情報を見ていきましょう。それではですね、ゲオセール見ていきましょう。先ほども言いましたけれども、9月の21日から29日日曜日まで、もう今日から、セール始まっていますので、ぜひ、気になるソフトがあるお方はね、見に行ってみてはいかがでしょうか。それでは、ゲオセール見ていきます。今回はね、特別なセールがないみたいです。2本買ったら、いくら割引とか、そういうのもないみたいですね。なので、ソフトの、割引だけかな、っていう感じになっております。それではね、相場と合わせて見ていきたいと思います。相場はですね、最安値っていうわけではないので、ネットでね、もっと安いの探せば、状態がどうなのかわかりませんが、あるかもしれません。ので、まあ、そこのところはね、注意して聞いていただけたらと思います。ゲオは状態確認して購入ができるので、ぜひ、安いなと思ったらゲオに行って買った方が私はお得だと思います。それではですね、スーパーマリオ RPG ですね。こちら、1980円ということで、これ税抜き価格ですね。税込みで2178円。カッコの方が税込み価格になっております。で、税込みで、ネット相場と比較していきますんで、そこはよろしくお願いいたします。ネット相場はですね、少しゲオの方が200円ぐらい安いかなという相場感になっています。スーパーボーマーマン R2 ですね。こちら初めてゲオで出てきたこのセールで。こちらがですね、ネット相場が結構高いんで、ゲオのこのセールで買った方が800円ぐらい安いかなっていう相場感です。次、夏もんですね。もう夏の終わりですが、夏も、こちらね、私も欲しかったソフトなんですが、こちら大体相場通りですね。ちょこっとだけ、本当に100円とかぐらい、ゲオの方が安いかなっていう価格帯ではあります。次、メタルギアソリッドマスターコレクションボリューム1ですね。こちらもゲオで初めて出てきたセールのものだと思います。こちらはですね、ネット相場が意外と高いんですよ。なので、ゲオで買うと1000円ぐらい安いかなっていう価格帯になっています。ですので、これはね、非常にチャンスだと思います。次がですね、モンスターハンターライズですね。モンスターハンターライズは、どこだ？価格が、あれ？モンスター、あったあったあった。こちらはですね、ネット相場の方が500円ぐらい安いかなという価格帯です。ポケットモンスター、違う、ポケモンレジェンズ、アルセウスですね。こちらはネット相場通りの金額になっています。次、ドラゴンクエストモンスターズ3。こちらもね、欲しいソフトなんですが、ネットの方が500円ぐらい安いかなっていう価格帯です。で、プリンセスピーチですね。プリンセスピーチは、これゲオの最安値から少し安くなっていて、だけれども、ネット相場通り、みたいな感じですね。で、スーパーマリオ 3D ワールド、プラスヒューリーワールド。こちらがですね、ネット相場通りですね。ネットの方が100円ぐらい安いかな、ぐらいの金額で売ってます。で、次ですね、ドラゴンボール Z、カカロットですね。こちらはですね、ゲオの方が800円ぐらい安いかな、っていう価格帯になっています。
星のカービィスターアライズ、こちらがですね、ネットの方が400円ぐらい安いかなっていう感じの価格帯になっています。これゲオの最安値から500円、今までの最安値からね500円高くなってるんで、その分ネット相場よりも高くなっちゃってるイメージですね。次スプラトゥーン3、これがねだいぶ高騰してきてるんですよね。ゲオで最安値で受けた頃と比べると1500円も高くなっています。でその分ね、ネットで買った方が1000円ぐらい安いっていうような価格帯になっています。次ですね、不思議のダンジョン、風来の試練6ですね。こちらはネット相場通りです。集まれ動物の森、これもね値上がってきてんですよね。今までのゲオの最安値からすると1300円も値上がっています。ただネット相場で考えるとネットの方が250円ぐらい安いかなぐらいの金額になっています。これ相場だいぶ上がってきてるんですね。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、こちらがですね、ネットの方が400円ぐらい安いかなっていう価格帯になっています。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルですね、こちらがですね、こちらはネット相場通りですね、いい価格帯になっています。それでは PS5 の方も見ていきたいと思います。PS5 ですね。ドラゴンズドグマ、こちらがですね、ゲオの最安値から1000円安くなってるんですよね。それでネット相場通りの金額ぐらいになっています今ね。次アーマードコア6、ファイヤーズオブルビコン、こちらはゲオの最安値から500円値上げしています。それで、差額が、それでもね差額がね相場より700円ぐらい安いかなっていう価格帯になってます。ですので安すぎたのでちょっと値上げしたっていう感じなんですかね。それとも相場が上がってきてるのかな。ワイルドハーツ、こちらがですね、こちらもゲオの最安値から500円値上げしています。でその分ネットより500円ぐらい高くなっちゃってますね。龍が如く7、外伝ですね、こちらは、ネット相場通りです。バイオハザード、リメイクの4ですね、こちらは、ネットの方が900円ぐらい安く買えると思います。次スターウォーズジェダイサバイバー、こちらがですね、ゲオの最安値から500円値上げしていって、それでもネット相場よりも300円ぐらい安いかなっていう感じです。ゲオの方がね安いですね。EA スポーツ FC24、 こちらがですね、ゲオでは初めてのセールになってるのかな、いや違いますね、過去の最安値よりも2500円も下がってますね。まあしばらくセールに出てなかったのかな。でネット相場 で考えるとネットより1000円ぐらい安く買えるので、これはちょっとお買い得かなという商品です。ファイナルファンタジーの7のリバースですね、こちらはゲオの最安値から500円値上げしていて、それでもネットで買うより400円ぐらい安いかなという感じです。コールオブデューティーモダンウェア3、こちらがですね、ネットの方が600円ぐらい安いかなという価格帯です。鉄拳8、こちらが300円ゲオの最安値から値上がっていて、ネット相場で考えると500円ぐらいゲオの方が安い相場感になっています。それでは PS4 もね見ていきたいと思います。よいしょ、 PS4 の価格こちら
ちらですね、鬼滅の刃、こちらはですね、ネットの方が100円ぐらい安いかなっていう価格帯になっています。で次がですね、ファイナルファン、違う、すいません、よいしょ、こっちですね、ロストジャッジメント、こちらがですね、ゲオの最安値から500円安くなっていて、ネット相場で考えると500円ぐらい安くなってます。ですので値下げした分安くなってるということで、お買い得になってると思います。次がファイナルファンタジー7のリメイクですね。こちらが、ネットの方が500円ぐらいか、500円ぐらい安くなってると思います。今ね、1000円前後ぐらいで売られているので、ちょっと高めかなっていう感じですね、ゲオのこの価格は。サイバーバンク、サイバーパンクか、2077ですね。こちらはゲオの最安値から500円に上がっていて、それでもゲオの方が300円ぐらい安い相場感になっております。ホグワーツレガシー、これもね、下がってきましたよ、だいぶ。ゲオの最安値、セールしてた時の最安値ですね。それから比べると1500円安くなっていて、ネット相場で考えると200円ぐらいゲオの方が安いかなっていう価格帯でなっています。だいぶ下がってきたんでね、狙ってる人はそろそろありか、どうですかね。3500円ぐらいが底値のような気がしますけどね。でも PS4 のソフトって意外と下がりやすいんで、もうちょっと待ってもいいかもしれないですね。ストリートファイター6、こちらがですね、ゲオの最安値から500円安くなって、ネット相場400円ぐらい安いという価格帯になっています。で本体ですね、本体の方もまあこんな感じの価格帯になっていて、お買い得なのはバッテリー強化版の方かな、有機 EL じゃなくて、こっちの方がだいぶお買い得な価格にはなってると思います。それではね、アプリで店舗のね、他の商品のセールもね、見ていきましょうか。それではね、アプリの方ですね、ゲオのアプリの店舗のセールをちょっと見ていきたいと思います。スイッチから見ていきますね。どうかな、マリオカート8が5148円、ちょっと数が多いんでね、ネット相場とは比較しないんですけど、マリオカートはなんか値上がってきてるというか、値が下がらないというか、なんかそんな感じだよね。5000円切ってる時もあった気がするんですけどね。で、パワフルプロ野球の2024から2025、こちらが6028円、これちょっと安いのか高いのかわからないですけど、これは新しいソフトなのかな。でそれで中古でパラッと出てきてる感じなのかな。あと桃鉄ですね、昭和平成令和も定番ってやつ、こちらが4928円、これもちょっとなんか値が上がった気がしますね。ドラゴンクエストヒーローズの1と2、これもちょっと値上がってる気がする、8008円。スカーレット4378円、これもちょっと高い気がするな。世界の遊び大全、こちらが3608円、これはだいぶ価格がこなれてきましたよね。スーパーマリオブラザーズ U デラックス4378円、ちょっ
ともうちょっと下がるといいな。いや丸もうすいません、カミカミで。スーパーマリオ RPG はね、買いかな、ちょっと買いに行こうかな。ペーパーマリオ RPG 4928円、これももうちょっと下がるといいけどね。ユニコーンオーバーロード6028円、リングフィットアドベンチャー3828円、これはなんかネットの方がもうちょっと安く売ってそうな気がする。ファイヤーエムブレムエンゲージ4708円、スーパーマリオメーカー24378円、これも、まあ、この辺から値が下がんなくなってるよね。ドラゴンクエストトレジャーズ、こちらはですね1628円、あ、今言ってるの税込み価格なんで、これはもう急激に値段下がったもんな。自分は意外とね面白くてプレイしましたけどね。クライシスコアファイナルファンタジー7のリユニオン3828円、メタルギアソリッドのねマスターコレクションボリューム1はねこれお買い得なんで買いに行きたいんですよね。帰ってきた名探偵ピカチュウ、これも1628円、でもね新品も安いからね新品買った方がいいかもしんない。ウィーニングポスト10が3278円って感じですね。それでは PS5 見ていきましょう。どうですか、気になるのありますか。エルデンリング5478円、エルデンリングシャドウオブジエルドツリーエディション4578円、これはどっちがいいんだろうね。まあ、両方違うエルデンリングなのかな。ホグワーツレガシーもね、だいぶ値段下がってきたけど、もうちょっと下がったら欲しいな。アサシンクリードミラージュ2728円、これちょっと安いよね。ディアブロ43278円、PS5、 PS5 がね、まあ数売れたのもあって最近ちょっとなんか値上げしてきてるものが多いよね。次 PS4 がねだいぶ値が下がってきてるんですけど、モンスターハンターワールド528円、キングダムハーツ3が748円、まあ今ね PS4 のゲームを買うのがお買い得かもしんないですね。スパイダーマン2178円、これね、そう画面用意してね、自分はちょっと無理だな、スパイダーマン。竜が如く維新1078円、この値段なら欲しいな。まあ鬼滅の刃なんかもね1078円になっています。というわけで、ゲームのね店舗のセール見ていきました。本体の方は一緒ですね。ゲオセールね見ていきましたけれども、いかがだったでしょうか。今回はね、まあ、安いソフトもあるんですけど、まあ目玉となるセールがない感じですね。なのでまあまた年末のセールか年始のセールまでは、まあ、こんな感じなのかなとは思いますね。
まあ、来月ハロウィンセールみたいなね、そういうのがあるといいんですけど、まあどうなんでしょうか。まあ皆さんはね、なんか欲しいゲームありましたでしょうか。PS4 がね、だいぶ値段が下がってきてるというか、まあ底値に近くなってきてるかなって気はしますね。PS3 に関しては、置いてある店舗、置いてない店舗あると思うんですけど、まあだいぶ、こう底値ついちゃった感じがして、変わり映えしない感じですしね。なので、まあ今度は PS4 がどんどん下がってくるかなって気はしますね。PS5 がね、まあ、値上げの影響もあって、先に買っちゃえっていう人がね、結構いたと思うんですよ。中古のね、PS5 ががっつり消えてたしね。なので、まあ PS5 のゲームが少し値上げ気味というか、今まで、こう、売れなかったソフトがね、安くなってたのが、まあ値段が戻ってきたっていうか、そういう感じなんじゃないでしょうか。まあなので、どうなんですかね。スイッチ、今度ね、スイッチ2というか、新しいスイッチが出ると思うんですけど、発表になると思うんですけど、それに合わせてスイッチのソフトも、だいぶ値段がこなれてくるんじゃないかなって思うんでね。まあ、スイッチのソフトをちょっと狙っていくのが自分はいいかなと思ってます。で、あとここに載っているスーパーマリオ RPG ね。これ買いに行こうかなって今思っております。それでは皆さん、良いゲオライフを。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、なんかセールの内容が、なんかちょっとしょぼいよね。毎月じゃなくて、2ヶ月に1遍ぐらいのセールでいいんじゃないかな。どう思う？